はい、今週のゲストなんですが、森田まゆかさんになります。で、これは何の専門家とお呼びすればいいんでしょうか、森田さん。はい、ありがとうございます。はい、副業の私、専門家、副業そうでをすね、副されて業のコそンサルやってます。れすごいっすよね。なんていうんですか、それオンラインサロンをやってるんですか？あ、オンラインサロンも運営してます。めちゃくちゃかっこいいっすね。ありがとうございます。行動派みたいな感じですよね。いや、そんなことはないんですけども、はい、一応、はい、やっていや、まそのね、オンラインサロンとかそういうのって、ほら、みんなほら、存在は知ってるけど、そこまです。立ち上げていくっていう、ゼロイチにするのがみんな難しいじゃないですか、なかなかね。何でもそうですよね。はい。で、それをね、率先して行動されてね、で、しっかり収入で、されて、で、生活はい。になってるわけですから、まあ、本当にそれはすごいことであり、で、そのノウハウを、惜しみなく提供する、オンラインサロンの、運営もされているわけですよね。そうですね。はい。で、オンラインサロンのお名前が、これはどこに書いてあるんだ？オンラインサロン、これは、タクラブサロンって読みサクまラす、そブれサを。ロンって読むんですね。はい。はい。名前の根拠は何ですか？そうですね。女性が多い、まあ、コミュニティになっているので、副業は、まあ、ライフワークとしてやっていきたいという人が多くって、そういう方の、まあ、そうですね。経済的な自立ももちろんなんですけど、そうですね。やっぱり人生が花開くようにみたいな意味もあっなるほど。て、咲くっていうのとラブで桜ともかけてますね。はなるい。ほど。はい。まあ、そこに行き着くまでにですね、ご自身が、まあ、森田さんがですね、はい。はい。結婚、出産、育児、離婚というね、そうなんですよ。もう典型的といえば典型的な、はい。ある意味転落ではないですけど、女え性が一人で生きていくためのきっかけになったという方が結構多いじゃえ。ないですか、そういうね。はい。はい。まあ、そこの中で、またさらにこの典型的にですね、38歳からネットビジネスを始めて、1円も4うん。年間で稼げなかった、これもまたそう典なん型で的す。なわけですよ。はい。で、こっからなんですよね、こっ からがサええ。クセスストーリーなわけですよ。はい、やっとです。で、このはい。4年間で1円も稼げなかった、ここうん。からどうして稼げるようになったんですまあ、いろいろあって、私、鬱みたいになんか倒れちゃってるんですよ。家にずっといたんですよね。で、まあ、働けなくなっちゃった時に、当時、カウンセリングを受けながら、なんとかやっていたんですけど、そのカウンセラーさんに、その今やってる副業の、まあ、プラットフォームでココナラっていうのがあるんですけど、それだったら家でできるし、始めたらどうかっていうふうに勧められまして、始めた経緯ですね。で、ご自そこ身がから、鬱なのに人の相談を受ける、逆に言うと共有できるというふうに思われたってことですか？そうですね、自分が落ち込んだ経験があるからこそ、まあ、電話相談っていうジャンルで最初やり始めたんですけど、落ち込んでる人が来るので、一緒にまあ共感もできるし、人を励ますことで自分も励まされていくので元気になっていったんですよね、なぜか。まあ、その鬱の人が鬱を呼ぶみたいなね、そうそ確かに。でも僕も経験ありますよ、そういうのは。う。そうですか、はい。そういうのはやっぱり皆さんやっぱ通っていく道だと思いますね。はい。で、そこからね、一線超えるとですね、もうどうでもよくなるんですよ、はっきり言ってね。うん、わかります。そこに行くまでがね、大変なんですはよい。ね。で、特にこの女性は意外と厄年が長いらしいですよね。30代ずっと厄年らしいですよね、あ、噂にそう聞くなの？ 感じだはと。らしいですよ。だから女性って30代にいっぱい病気する、亡くなるって方も結構多いので、なるほど、は40超い。えてくると、役がなくなる、役が落ちるんで、結構いいずっええ。と状態いいらしいっていう噂確か聞きにまし今たけど。年良かったですね、私も。本当ですか？はい。じゃあ、それは抜けてんのかもしれないですよね。あ、そうかもしれません。じゃあ、これはもう全開バリバリで。はい。今、その仕事もプライベートも充実してるような感じですか？そうですね。ちょっと彼氏いないんですけど。彼氏い ないんでですもか？まあ、そんなにビいなジネいスです離れよ。で。ありがとうございます。もうでも今、それ以外は充実して、これから出そうです会いをか。探します。出会いを。はい。ココナラのメニューちょろっと見たら、マッはチい。ングアプリの攻略法まで出してらっしゃるという。そうそうそう。めちゃくちゃ気に AI なったカんウンですセけラーなんど。ですよ、これでも。そうなんですか？は彼氏いい。ないのに？そう。やり始最めた高。ら別れたっていう感じなんですけど、ココナなラるほの。ど、なるほどですまあ、ね。なので、ライフワークが充実してくると、まあ、自分に合わない彼氏とは別れるっていうこともあるかもしれない。それはでも間違いないですね。ライフワークでね、
が合わなくなってきて、はい、僕もバツ2ですからやっぱりそうなんですね、はい、そうですそうです、なので、はい、そこはもう本当によくわかります。やっぱそれはね、はい、自分が成長してるってことに、まあ、前向き捉えるしかないんですけども、はい、ね、あ、そうですね、そうそうそう、お互い一緒に成長していければいいんですけどね、うん、はい、片方だけ成長してっちゃうとどうしてもね、あの差が出ちゃうんで、それはもうよくある話ですよね、はい、うん、はいはい、じゃあその例えばそのマッチングアプリの攻略方法、はい、まあね、販売されてるんでね、全容はね難しいと思うんですけど、ちょっと触りだけでもちょっと教えていただけるとしたらどんな感じなんですかね。あ、はい、はい、まあ、私がメインで担当させていただくのは男性が多くって、はい、特に、はいはいはい、で男性ってすごい素敵な人多いんですけど、自分のこう見せ方が下手な人もいらっしゃって、せっかくの女性との出会うのを逃すっていうことが多いので、そこで取っかかりというか最初に失敗したらもったいないからっていうので、はいはいはい、まあ、プロフィール部分だけでもプロに頼もうっていう今人が増えていて、おー、そうなんです。それで、まあ、はいはいはい、お客様なんですけど、私はマッチングアプリのプロフィール部門では一応1位なんですよ、はい、あのそのココナラでは、はい、なので、うん、まあ、それ頼んでいただくことが多いんですけど、うんうん、まあ、写真で言うと自撮りはまずちょっとやめてくださいって言ったりとか、うん、あとはプロフィールもすごい簡単に書いちゃう人が多いんですけど、女性で真剣に、うん、あの相手探されてる方なんかは、はい、割とお仕事のこととか、うん、趣味のこととか切り替えていただける方がいいので、うんうん、その辺の女性受けするようなプロフィールを提案してます。うん、長すぎても短すぎてもダメなんですか、うん、これっていうのは。そうですね、短すぎるのは特に良くないと思います、ね、短いのは一番謎ですもんね。そうです、うん、遊び相手とかも探してる人も中にはいるかもしれないって警戒してるので、じゃあ女性も、はいはい、はい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 、うん、真面目な感じの誠実な感じの人がいいんじゃないかなとは思います。おお、なるほど、なるほど、うん、やっぱりそうなんですね、はい、やっぱりそれはお互いその男性、はい、相談してくる男性なんかも結構本気で、あれなんですか、はい、その結婚相手とか恋愛相手を探してるっていう人が多いんですか。あ、ガチガチですよ、私のところに来る人。おお、もう本当にあれなんだ、出会いがないんだ。じゃあ、まあ、出会いがな、なんか、うん、真剣に探したいって人が多いですね。いやでも時代は変わりましたね、なんか。そうですね、うん、まあ、やっぱコロナの影響もあると思いますけど、ほうほうほう、飲み会とか前みたいにこう、うん、まあ、今ちょっと私今東京に住んでるんですけど、東京でも、はいはいはい、あの割とね、飲み屋さんとか開き始めましたけど、はい、こう1年ぐらいはめっきりだったので、そうですね、でも、まあ、需要として恋愛とかってなくならないので、はいはいはい、恋をしたい男女は多いので、やっぱりそうすると家でマッチングアプリで出会いを探すっていうのは主流になってますね、今若い人の間では特に。いや、その時代が変わったというのは、そんな出会い系サイトほとんど桜しかいなかった時代がね。そうそうそう、もう出会い系っていう感じじゃないですね。そうですね、本当になんか、はい、まあ、恋愛結婚相談所じゃなくて恋愛相談所みたいななんか立ち位置ですよね、ちゃんと真剣にマッチング。そうです、そうです、はい、お互いがちゃんと存在しているということですよね。はい、はい、まあね、結婚相談所ほど固くないし、はい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 、うん、ね、まあ、ちょうどいいんじゃないでしょうか。はい、うん、時代になってると。で、その攻略法がもうあれですか、うん、結構売れてますか。まあそうですね、常に満枠で対応してます。ちょっとでも本業というか、そう、そこでまあ結構恋愛相談なんかも受けていて、うん、でそこからのどうやったらうまくいきますかっていうので、はいはい、コンサルの仕事が今はメインになってるので、なるほど、まあ、両方やってますね。だからマッチングアプリのことも、あの、はい、コンサルの方も、はい、なるほど、じゃあコンサルです。もうなんかそうなると結構その道結構極めていけるんじゃないですか。逆に言ったらリアルな結婚相談所もできちゃうんじゃないですか、本当。あのオファーというか、はい、うんうん、やってみませんかっていうのは来ましたし、はいはい、実際にそういう、まあ、本当に大きいアプリをやってる社長さんからも、はいはい、そこのコーディネーターというか、はいはい、あの相手と相手をつなぐ役の方の、はいはい、あのお仕事の依頼もあったんですけど、はい、ちょっと今、はい、あの忙しいのでってお断りしていて、はい、自分でまあフリーでやれるお仕事の形態を取ってますね。はい、はい、そうか。で、そのオンラインサロンに関しても今何、はい、メンバー150人ぐらいいるんですか。あ、それはあの今までに、うん、グループで、まあ、うんうん、今コンサルティングっていうのをさせていただいた累計の人数で、はい、あね、まあ、ちょっと増えてるんで、はいはい、もしかしたらもうちょっと今言ってるんですけど、はいはいはい、はい、はい、このオンラインサロンはどこで調べたらこう入れるんですか。あ、公式 LINE
に、ご登録いただければご案内流しております。あ、じゃあ割とクローズドされてるって言えばクローズド、そうですね、はい。あと YouTube にも概要を載せてますので、そこに飛んでいただければ大体分かるようになってます。あ、なるほど。じゃあちょっとそれはリンク貼っておきましょう、はいね、ありがとうございます。はい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 、はい、そうですか。じゃあ今後森田さんの活動というのはどういう方向というか展望というのはこの、1年2年とどういうふうな展望を、はい、なんかこうイメージされてるんですか。あ、はい、私自身は最初ココナラというプラットフォーム使って、うん、とにかくオンラインで副業を始めたいというか自分で仕事したいと思ってるん、はい、いたんですけど、4年間全然稼げない時代があったので、はい、最初 の、 とあの始まりは簡単な方がいいなっていうので、うん、そのプラットフォームを使うことにして、はいはい、で一気に稼げるようになったんですね、うんうんうん、でそのやり方を教えてくれっていう感じで、今はそのもちろんここならでも活動はしているんですけれども、うんうんうん、そのやり方を教える方の、うん、お仕事の方が増えてきまして、はいはい、で同じようにオンラインで稼ぎたい、まあ、今副業やるの当たり前みたいな時代になって、はい、てますから、はい、その月5万でも10万でもっていうあの方で、うんうんうん、まあ、でもなかなかパソコンとかなかなか苦手でっていう方に丁寧に教えるみたいな形のサロン形式をとっています、うん、でそういう方々が、まあ、私もそうだったように自分のスキルをライフワークとして提供して、うん、で感謝されつつお金ももらえるっていう生活が手に入るとすごく自己肯定感も上がりますし、うん、はいはい、まあ、私の場合は別れちゃったんですけど、でもある意味恋愛というかそういうものも充実してくる人もいるんじゃないかなとは思うので、はいはい、人生全体が充実する、ただお金を儲けるっていうだけじゃなくて、そういった形の、仕事の仕方っていうのを提案できたらなっていうふうに思ってます。なるほど、はい、楽しいですね。いやいやいや、力強い女性がねどんどん活躍すごくいいかなと思います。はい、はい、ちなみに逆に4年間稼げなかったのはどんなことをやってきたんですか、うん、例えば4年間の間、王道のやり方っていうのがまああって、はい、例えば、うん、ブログを書いたりとか、自分でホームページを作ったりとか、うんうんうん、一個一個のハードルが高いんですよね、そういうのって。で、まあ、一生懸命やって見える方、今でもいらっしゃるのは私もよく目にするんですけど、途中でやっぱり本当に努力しないと、はい、なかなか収入っていうところまでたどり着かないっていうのが現状でして、はい、やる気はあるし、あの熱意もあるし、もちろん実力もあるんだけれども、うんうん、そのオンラインっていうところになかなか、まあ、例えばリアルではうまくいってるけど、うん、オンラインに移行できないっていう人をいっぱい見てます、はい、で私もその一人だったとは思うんですが、なるほど、はい、なのでそういう人向けですかね、はい、そうか。じゃあ最初はブログとかだから、うん、アフィリエイトとかアド広告の収入を狙いに行ったってことですか。あ、アフィリはやってなかったですね。難しいって聞いていたので、とにかくブログはめちゃめちゃ書いたりとか、あと、うん、ここならでも出してるんですけど、占いの勉強して、その占いをどうやって売っていくかみたいのをしっかり習ったりも、なんか企業塾みたいなところにも結構入っていたんですけど、あ、なかなか、はい、あんま意味ないですよね、多分人によるのかな人によると思います。だからうまくいく人がすごく限られてる、うん、そうですよね、だからやる気がある仲間もいっぱいいたんですけど、はい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 、じゃあ果たしてその人たちが努力してないわけじゃないけどなかなかうまくいかなかったっていうのを目の当たりにしちゃってるんで、なんか手っ取り、まあ、最初、まあ、ちょっと頑張り本当にここならだったら稼ぎやすいですね、うん、集客がもう完成してるので、うん、そうですよね、うん、うん、はい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 、なのでなんかねここならって、うん、まあ、僕もチャンネル持ってるんですけど、はい、僕がほら声優とか考えてるんで、はい、ナレーションのお仕事が多いんですよ、はい、ナレーションのお仕事だったりとか、はい、あとノイズ処理のお仕事とかね、音声の処理ができるんで、いいですね、それ意外とね、本当探偵さんから依頼来たりとか、不思議な盗聴してるから盗聴したりとかしてる音声を浮気の現場をもっとクリアにしてくれみたいな、はい、こんな依頼あるんだみたいなね、一つなんかね、その僕がココナラとかクラウドワークスとかに求めるものとしてはやっぱりB2B の部分のなんかその、はい、よりそのなんていうんですかね、より個人なんていう仕事感がもっと欲しいっていうのがあって、はい、なんていうんですかね、
あのちゃんと企業対企業だと割と単価高くなってくるじゃないですか。だけど、そこがまあまだやっぱり、まあ言うても安く使ってくるっていうところがやっぱ多い。まあわかります、すごく個人なので、あの、はい、安くやって、でもすごいクオリティが高い人でも安くやってるなっていう印象ですね。あ、でも僕が依頼する側だったら逆にありがたい部分はあるんですけど、うん、わかります。でも限界値ってあると思うんで、その辺のね、はい、バランスだなって。なんかちゃんと例えば僕なんかで言うと漫画動画っていうのをあのプロデュースできるんですよ、はい、全部で。要は漫画の企画、うん、脚本考えたりで、漫画家さんここならで見つけて、はい、で、動画編集も自分でもできるし、ここならさんだったら1万円ぐらいでやってくれるわけですよ。あの、はい、やってくれる人がいるわけですよ、はい、でトータルコストがじゃあ例えば3万ぐらいで済んで、うん、じゃあそれを、15万で売ると、それぐらいだったら企業のも多分買ってくれるんじゃないかみたいな、まあ、そういうふうなイメージがあるんですけど、はい、ここならの中だけで全部完結してるんだったらいいなっていうのはありますね。なるほど。そう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 、そういうことだと思ってますね、うん、はい。まあ、あとはクライアントによるんですよね。そのどういう人が依頼したかにもまあよるのかなっていうのはあります、ね、はい、はい、確かに、うん、まあ、でも本当ここならみたいなサービスってまあなんていうか、まあね、ノウハウのフリーマーケットですからね、はい、そうだからすごく今の時代ですよね、本当ね、うん、本当にそう思います。で、まあ、オンラインでそのもっと大きいビジネスを拡大していきたいなっていう人にとっても最初に始めるにはすごくスキルも磨かれますし、うん、そうですね、お客様対応も覚わるので、うん、本当にいいプラットフォームかなとは思ってます、はい、なるほど。先週のそのおつ、おつぼ、おつぼね、おつぼ姉さん、おつぼ姉さんからのご紹介です、はい、これはなんかコミュニティがあるんですか、はい、そのクリエ、そのここならのクリエ、そのクリエイターというか、販売者のコミュニティかなんかがあるんですか。あ、ありますというか私の生徒さんです。あ、おつぼ姉さんか。おお、なるほどなるほど、はい、なるほど。あ、じゃあとても悩んで、はい、悩んで見えて、やっぱりめちゃめちゃスキルあるんですけど、オンラインになんとなく弱いじゃないですか、年代的に。なのでそこら辺手取り足取りで、あの教えしたらもう一気に最高ランク、プラチナランクまで行かれたっていう方です、ね、あ、なるほどね。いやいや、はい、びっくりしましたよ。ななんか70歳、ね、そうなんですよ、めちゃめちゃ元気元気だし、ズームできるのすごいしみたいな、はい、うん、いやちょっとそれびっくりしましたね。だから、ね、まあ、年齢ではないなっていうのは、はい、うん、思いますね。はい、そうです、言い訳はできないですよね。そうです、ね、本当に思います。はい、はい、あれですか、じゃあその東京にいらっしゃるということなんで、あの普段はどういうところに逆にショッピングとか、はい、とか飲みに行ったりとかあったらどういうところに行かれることが多いんですか。ありがとうございます。私一応世田谷区に住んでいるんですけど、高級住宅街じゃないですか。うん、もうほとんど家にいる生活で、まあ一応肩書きおうちフリーランスって言ってるんで、はい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 、はい、はい。でもまあ、うん、例えばとあの近くに二子玉川っていうショッピングモールがあったりとかはするので、いいね、ちょっとふらっと散歩に行ったりは。はい、いますね。あと最近はもう飲食店もちょっと開放してきたんで、 あまり外食派ではないんですけど、たまには、はい、生徒さんたちとあのイベントもやったりとかするので集まったりっていうのは、はいはい、うん、して、まあ、そういう時はまあちょっといいところ、うん、なんか銀座とかにも出たりとかもします。割とすぐ行けるん でそれはもう話する時はやっぱりそのビジネスの話をするんですか、大体。いや、なんか聞かれれば答えますけど、普通もたわいもない話をするんですね。はい、はい、そうですね。私割と、はい、天然キャラみたいな感じに思われてる。なるほど、なるほど。はいはいはい。じゃあ、はい、とにかくそのそういうその0を1にするっていうところに関しては、やっぱりできると、はい、とにかくね、そう言っていきたいってことですよね、とにかくね。そうですね、皆さん結果出していただいてます。はい、はい、だからあり諦めかけていた方が、あの私との出会いで、はい、あの本当に一気に売れていったっていう事例はいくつもあるの で、ね、うん、はい、応援したいです。うん、うん、そうですよね。だから、はい、あのお金に、ね、直結するんです。人生とか生活に直結するところじゃないですか。はい、とても良いかなと思いますね。はい、はいはい、わかりました。じゃあまたぜひね、ゲスト出ていただきたいですし、どなたかご紹介してください。はい、ゲスト。はい、ありがとうございます。はい、じゃあすいません、今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい。